本題、ね、まずね前振りでもって、ね、この日本という国が70年前の戦争の時から苦しめられてきた、その苦しめてきた主体は一体何であるかということがある程度今の話で分かったと思う。そういう支配の構造がそのまま70年間ずっと続いてるってことです。戦後この国は未だに独立してないんです。この国はアメリカ合衆国のと言ってはいけない、アメリカ合衆国を支配しているたったこのごく一握りの人間がこの日本という国も支配しているということなんですね。でそれは単純に表すとしたらたった100万人の金融ユダヤ人というふうに言ったらいいと思う。100万人しかいない。それが今日本やアメリカを支配している、ヨーロッパも半ば支配している。これ現実論としてそうなんですよね。100万人ですよ今ね。世界の人口いくら言いましたっけ。70億人、70億と100万7000分の1の関係かな。1対7000かな。つまりね、我々の方がほとんどなんですね。で彼らは超マイノリティなわけです。ところが現実論としてはアメリカという大きな国を支配し、ヨーロッパもつい最近まではヨーロッパのイギリスとかフランスとかを主体中心として彼らが支配してきた。最近はちょっと状況が変わりつつある、変わりつつあるから真っ青になってる。どう真っ青になってるかっていうと、それがまさしく今我々が直面している大きな問題、つまり第三次世界大戦が起きるかもしれないという、極めて大きなテーマに直結してると思うんです。はい、ユダヤ航空テロ、またマレーシア航空、なんか恨みがあるんですかね、マレーシア航空。あると思います。ただね、今回のこのねテロ、2つの見方がある。1つは間違えた、本当は落とす相手はマレーシア航空じゃなかった。でじゃあ誰が落としたのかと。で今ロシアとウクライナではウクライナが落とした、ロシアが親ロシア勢力が落としたということで責任のなすり合いをしていると思う、ね、じゃあね可能性としてはどっちなのかというと、どっちでもないと思う。僕はこれは最初から仕組んだのはアメリカの CIA だと思う。で実行部隊としては親ロシア派の、軍隊を使ってるかもしれない。ただし親ロシア派の中に CIA の傭兵がいてもおかしくない。僕はこういうのを聞くとすぐに思い出すのはビンラディン。ビンラディンはアメリカの敵ってことになってますが、実際には CIA のエージェントですから、アメリカのために敵を偽装してるだけです。もう今は死んだことになってますが、どっちでもいいということです。だから、ね、同じようにね、あの、親ロシア派の軍隊の中に、アメリカと裏でつながってる、勢力がいて、それがわざとこういった事件を起こしたと。で結果的に誰が一番困るかっていうと、プーチンが困るわけです。でプーチンを困らせるのが目的だというのが一つ。ただもう一つはプーチンを殺そうとした、このどっちかと。でね、どうもねこれがね、そのウクライナ軍の持っている対空、地対空ミサイル、これが、ウクライナのキエフあたりからでも狙えるようなポジションにあったらしくて、マレーシア航空機が墜落した地点に、このミサイルを発射することはウクライナ側も可能だったし親ロシア側も可能だったということで、これから水かけ論をやるんでしょうね、どっちがやったんだと。でも結果的に、狙われてるのはプーチン。まずプーチンという人間の権力を削ごうとしてるんだと。今ね、昨日今日あたり、メディアの報道を見てると、とにかく親、ロ派、つまりロシア側が悪いんだと、もう犯人はロシア側だということを産経とか読売とか日本経済新聞とかフジテレビとかみんな言い出してる。何の根拠もないのに言い出してるんだわけです。それなぜかっていうと、上からそう言えと言われてるんです。つまりもうね、この件はロシアが悪いということに皆さんで決めたわけです。そしてそのような報道をしている。で B 層の皆さん、その辺外を歩いてる人たちはテレビを見ながら
じゃがりこの新しい味の何て言うんだろうこの間あの大阪であのたこ焼き味 の, あのじゃがりこって買ってきたんですけど、あれなかなか美味しかったでそれを食べながらミーソの人たちは、ああロシアって悪い国なんだ、プーチンってひどいことするんだと思うわけですね。ところが我々はね全く逆のことを考えるわけですよ。日本のメディアがそういった報道をするということは、つまりプーチンを陥れようとしてる。実際にやったのはじゃあアメリカ側であろうと考えるのが普通の頭の生きれる人、バカの人はじゃあじゃがりこ食べてればいい結局ねマレーシア機撃墜、親ロ派が調査団を妨害とか、泥酔状態の戦闘員が威嚇射撃をするとか、もうそんなね作り話ばっかりどんどん増してきて、ロシアが悪いと決めつけようとしてる。ところがね、プーチンの乗った航空機が MH17 便と同時刻にほぼ同じ航路を飛んでいたらしいということで、しかも機体がとてもよく似ている。これ写真見ました？僕ねこれ遠くから見たらね全く同じに見えるわけ。どのくらい同じかっていうと、これ色合いが全く同じ、サイズも大体同じ。この左はロシアの大統領専用機イリューシン96っていうのかな。で右がボーイング777、これがマレーシア航空で、あのボディに入ったラインの色まで同じじゃないですかこんなの見たらね、これ大統領専用機だと思っちゃうよ。これ大体がウクライナとかあの辺の連中はマレーシア航空だってあんまり見たことないと思うそうするとこれ見たら、あプーチン乗ってる、落とし前ってなったのかもしれない。で間違えてマレーシア航空を落としちゃった説、これが一つ。僕はどうもこっちじゃないかなと思う。ところが そうなるとプーチンは危うく生還したということになるわけですが、でそれは僕は怖く考えます。当たり前です。つまりプーチンは神様に守られてるからです。プーチンとリチャード・ゴシミズは殺そうとしても殺せないんですこれマジの話で、笑ってないで本当の話よ。だからこそね、プーチンおそらくね彼もね分かってると思う、自分が守られてること。でなければこんな風にならないって。本当はさ考えてみるとすごく怖い話だと思いません？自分が乗っていた飛行機とのすぐそばを飛んでいたそっくりの飛行機を落とされてるんですよ。普通だったらビビっちゃいますよね。今後もそういうことが多いにあり得るだろうと。多分ね、でもね、プーチン分かってると思う。自分はね暗殺されない人間だろうと。ヒットラーも同じなんですよね。ヒットラーもね40回ぐらい暗殺されそうになって結局最後まで生き残ってるでしょ。だから彼も自分は暗殺で死ぬことはないっていう確信を持っていたみたいです。ヒットラーも同じ、プーチンも同じ、リチャード・コシミズも実はそうなんですね私も、暗殺されないというか自信があるんですね。それはなぜかっていうと、ずっとそういう思いをいろいろしてきたから。別に暗殺されたとかいうことじゃなくて、困った時は必ず神様みたいな人が、神様みたいなものが助けてくれると。そういうものね、皆さん誰でもね多かれ少なかれ持ってると思うんですよね。でそれがとても強いわけ、僕はそれ分かるわけ。あ、プーチン同類だと、あんたと私は一緒だよというのが分かるわけだから、そういうね強い思い込みを持ってる人間っていうのは何にも怖くないわけだから。昔日本の陸軍の参謀で辻さんっていう人がいたでしょ、辻正信。あの人は最前線出てくと、ね、みんなが雑魚壺でもってこうやって頭低くして鉄砲撃ってるのに、一人だけ上に登ってって「行けーやれ!」ってやってるんだって。で彼は分かってるわけ、弾当たんないの。そういう人間っていうのはね、おそらくね何十万人何百万人に一人いるんだと。そういうの強いんですよ。そういう思い込みがあると何も怖くない。まあ危険はあっても最終的に自分は助かるという自信を持ってると何でもできるわけ。そうでないとプーチンみたいな大胆なことできないよ。でそういうねシチュエーションを神様が準備してくれてる、それなりの人間には。それがプーチンだと僕は思う。だから彼が、この第二次大戦のリスク危機を、回避してくれるというふうに思ってます。で今彼がちょっと静かにしてるんですよ。あんまり大げさに騒がないでしょ。なぜかっていうと、刺激されてそれに応えて、戦争に
乗っかってしまうのは愚かであると考えているから。彼はおそらく、ユダヤ金融資本が戦争を起こそうとしているというのをもう読み切っていると思う。だからあえて対応しない、静かに、なんていうか、まあ、一応言うことは言うけどもそれ以上の行動は起こさない。だってここでロシアが動いちゃったら本当に大戦争になっちゃう。でユダヤ金融資本は大戦争やりたいんだから、今戦争やりたくてしょうがないんだから、あとドル防衛したいんだから、ドルが今にも崩壊しそうなのに、ね、それを防ぐには大戦争しかないんだよ。だから大戦争を起こすためには相手が戦争してくんなきゃ困るわけ。ところが今中国もなかなか動いちゃくれないし、で北朝鮮もなんだかわけわかんないし、もう北朝鮮のボスはもう110キロになって足引きずっちゃってでおまけにあの自分のおじさんの目の前で銃殺刑されて、もうビビっちゃって、もうあれからもうねお酒びたり、だからちょっと使い物にならない。しかもですよ、いろいろ水害があったりいろいろで、国自体がもう本当にもう飢餓状態に今、突入しつつあるわけで、そうなると北朝鮮にも期待ができない、中国は中国で今汚職対策でもって大騒ぎになっていて、習近平がどうもなんか、結局江沢民の派閥の人間を潰し始めてる。一体何があったんだ。つまり、自分の権力基盤を、維持するにはもう江沢民を切ると決めたのか。そうなるともう習近平もアメリカの言うことは聞かなくなっちゃう。そうするともうロシアと中国がどんどん、反米で攻勢に出てきていて、そこにブリックスが乗っかってる。いうことを聞いてくれるのは日本の安倍晋三だけであるんだ。これね、もうね、八方塞がりですよね。だからね、これね、破れかぶれなんですよ、これ。おそらく、このマレーシア航空便の話は。破れかぶれで、もうね、もう手がないからこんなことやってるんだと思う。ということはもうね、結果はもう出てる。結論は出てる。彼らもう負けたんだよ。負けたからこんなひどいことやってる。でも、ね、最後っぺでもって、大戦争を起こそうとしてるのかもしれない。だったらまあそれができないようにしてやればいい。そういう意味で僕は今日ここで講演やってるわけであって、アメリカ大使館の皆さんもここで聞いてくれてると思うんで、あ、早くやめろと。あんたらの目論みなんかもうすぐ、日本人はすぐに分かっちゃうんだから。5秒もあれば全部分かるから、君たちの考えだから。考えたこと簡単だから。だから諦めて、さっさとゲットに帰りなさいと。いうことを伝えるために、皆さんに伝えるためじゃなくて、アメリカ大使館の、CIA の皆さんに聞いてもらいたいと。いうことなんですね。